で、さっき言ってた裏技というか、めんどくさい人のため用のワックスのかけ方を今やります。お願いします。はい、それではですね、ワックスがね、めんどくさい方用のやり方、はい、ご説明します。待ってました。はい、いきます、はい、用意するもの、フッ素入りの滑走ワックスのみ、はい、をここにダラ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 とね、こういう風にかけちゃうのね、うんうん、めんどくさい人よね、今やってるのね、うん、バーッとかけるでしょ、うん、かけて、まあ伸ばしてこうやって、伸ばしてね。そう、温度はどのぐらい？温度同じぐらいです。90度ぐらいね。そう、90度か、もうちょっと高くてもいいかな。あ、100ぐらいね。100までいっちゃうとちょっと厳しいんで、うん、95とか、うんうん、で、こうやって直接やるでしょ、うん、そうすると一緒に板も温まるんで、うんうんうん、でワックスも伸びるんで、はい、一石二鳥。ただ板が傷ついちゃうとか思う人はやめた方がいいです。あとはね、じーっと置いといちゃダメだよね。そうですね、ね、はい、ある程度伸びたらワキシングペーパー、はい、でここでやるんですけども、多め、うーん、多めに入れるんですよ、これ、うん、でぐるぐるぐるっとね、うりゃーっと、でこのぐらいのスピードでやるんですけど、そうするとほら見て固まったままでしょ、はいはい、だからじゃあどうするか、簡単です、はい、温度を上げます。お、そうするとね、まあ上がってるからね、早く溶けるんです、ほら、うん、ダーッとこうやってダーッとザーッとね、速いスピードできるんですよ、うん、ダーッと。これはちょっと早めにしないとソール傷んじゃう。そうですね、うん、逆に言えば温度をもっと高くしてもう早く動かせってことですね。もっと、もうちょっと上げようか、もう100度近いね、うん、ダーッとダーッと、うーん、これでもダメではない、ね、ダメではないです。簡易ワックスよりも全然これでも走るんで。ああ、そういうことね。そういうこと。ただちゃんとね、ベースやって削って、うん、滑走やって削ったやつよりは、うん、やっぱりちょっとね、うん、滑走性能っていうかスピードが下がるというか、うん、あれなんですけど、ちゃんとやった方がいいんでしょ。本当はちゃんとやった方がいいです、うん、そうですね、ただ時間がないとかね、うん、あの、めんどくさいっていう方はこれをご参考にどうぞ、うん、でもある程度こうやっていくと温度も高いんで、はい、速いスピードでもう溶けていくの分かります。はい、分かります。そう、でこうなってればいいって、うん、結果的にはね、うん、でワックス屋さんには怒られちゃいますけど、ちゃんとやれ、そうそうそう、あと結果的にはこれでもう濡れてることになってるんで、うん、このね、液状にはなんなくちゃダメなんで、うん、液状になんないとポロッと剥がれちゃうんですよ。でエッジのとこだけね、エッジのとこだけ2回やる。エッジのとこだけね、エッジのとこだけ、ここしか使わないから、はい、エッジのところだけ少し多めに伸ばして、あと1回ぐらいかな、はい、で見栄えが悪いから真ん中1回やって、はい、終わり。はい、多少白いのが残ってます、まあ、気にしない気にしない、塗ったればいい、ハードバーンだったらこんなんで大丈夫、はい、これがね、時間がない人よ、はい、めんどくさい人とか、はい、これであとは、滑って削ると。こんな感じで、ね、ワックス掛けもね、いろいろできるんでね、はい、いろいろ質問等ございましたらコメント欄にお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、重ねてチャンネル登録をお待ちしてますのでお願いいたします。はい、お願いします、はい、じゃあ以上ワックス掛けのコーナーでした、はい、また見てください、ありがとうございます、はい。